今パンケーキ作ってるからね。はい、楽しみだな。ね。こちらの卵液に、このメレンゲを2回ぐらいに分けて入れて、さっくりとふわふわに混ぜてください。で、そしたら焼いていきます。はい、はい、フライパンを温めます。温めます。はい、バター入れます。火は弱火にします。弱火。はい、で、この生地を重ねるように持ってってください。はい、上にこう持っていく感じね。そうです、そうです。あ、なんかもうすでに美味しそうなんだけど。で、そしたらここに大さじ1杯分のお湯を入れます。お湯入ってるんです。お湯を入れて蒸し焼きにします。蓋をして弱火で焼いていきます。はい、そしたら焼いてる間にかぼちゃのクリームを作りたいと思います。はい、こちらは生クリームにお砂糖小さじ1杯分ぐらい入れました。かぼちゃマッシュしたものです。ラップに包んでレンチンで3分して皮を剥ぎ取ってマッシュしました。生クリームをかぼちゃの中に入れて、はい、はい、混ぜてください。こっちに入れちゃって、はい、大丈夫です。入れます。すごいかぼちゃのいい香りするよ。混ぜ混ぜ混ぜそんな歌あんの？混ぜ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 一生懸命混ぜはい、で、これでかぼちゃのクリームね、完成です。はい、はい、ではですね、これをひっくり返してください。はい、焼き色がついたぐらいですね。緊張する。3、2、1、4。おー、おいしそう。おいしそう。いきますよ。3、2、1、ドン。おー、いい感じ。はい、で、これでまた焼いていきます。はい、はい、焼き上がりました。ということで、じゃあ火を止めます。はい、でお皿に移してください。はい、あー、美味しそう。プルプルですね。あー、いいですね。あ、いい感じじゃない。美味しそう。完成です。あとはこちらのね、クリームをかけます。はい、じゃあクリームのせますね。はい、かぼちゃクリームです。最後かぼちゃのね、皮をね、ペペペッと緑を添えて、はい、これで完成です。見て震える。はい、じゃあエミさん早速食べてみてください。いいですか。はい、ぜひぜひいただきます。クリーム、はい、私甘いのそんなに好きじゃない。うん、そうですよね。あの、大人のスイーツ、大人のスイーツ、かぼちゃの自然な甘みだけの、はい、うんうんうん、なんかパンケーキ。ああ、そうですね、うん、パンケーキ自体は実はそんなにお砂糖入れてないので、甘い系でもいけるし、しょっぱい系でもいける。これにメープルシロップとかけたら、そうです、さらにお子さんとかも好きな感じになるかなと思います。お元気ですか。お元気ですか。井上陽水です。これが投げちゃったの。何何何。何だって。